こんにちは、シエルです。昨日の2月25日が私の誕生日で、無事に誕生日を迎えることができました。お祝いコメントをくださった皆さんもありがとうございます。で、まあ昨日その誕生日でお出かけをしてたんですけども、ピーちゃんが何でも好きなもの買ってあげるよみたいなこと言ってたんで、まあいろいろね見に行ったんですよ。まあ高島屋とか伊勢丹とか結構ハイブランドのお店とかを見たり、私の好きなお洋服屋さんとかがあるルミネ1とかルミネ1ルミネ2を見たり、あとまあデパコスコスメ系とかもで、なんか私ねリュックが欲しくて、まあリュックをメインに見てたんですけど、なかなかねこれだって思えるものはなくて、でこれ時間ぐらいね見てたんですけど、結局ね何を買ったかっていうと、GU のカーディガンっていう、まあ春用にもねさらっと着れるカーディガンが欲しかったんですけど、で、まあ、これが1500円ぐらいだったので、もう買ってもらうほどでもないんで自分で買いますって言って買ったんですけど、昨日の誕生日のお出かけでは唯一買ったのがこの GU のカーディガン1500円っていう感じで、まあ、お買い物は終わったんですけど、お買い物はいろいろ見れて楽しくて、なんか個人的にこれが欲しいなっていうのはあんまりなかったのでね、まあ、昨日は買い物はしなかったんですけど、夜にね結構いいレストランに連れてってもらって、多分ソフトドリンクだけでも一杯数千円するだろうと私は見てるんですけど、まあ、金額はねちょっと聞いてないんでわかんないですが、初めて私大きい丸々の何木箱みたいに入ったトリュフみたいなのとか見たりとかして、最初の前菜が出てきた時になんかすごい塩昆布乗ってると思ってた料理があったんですよ。わー山盛りの塩昆布だと思ったらそれがトリュフでね、あんまり普段そういうの食べないから、おこれがトリュフかとか思いながらいただいたんですけど、ピーちゃんはピーちゃん自身がお誕生日あんまりお祝いされたくないとか、あとバースデーの何バースデープレートとかもすごい嫌がる人なんですけど、まあ、ちょっと昨日はねどうなのかなと思ったら、ちゃんと私の名前入りのプレートを出してくれましたね。彼なりに頑張ったみたいです。最後になんかねシエルって名前が伝わりにくいんだよとかすごいなんかいろいろ言ってたんですけど、まあね、そんな感じで用意もしてくれてすごい嬉しい誕生日の一日だったんですけど、そしたら昨日多分何か買ってあげようって向こう思ってたみたいで、でも私はそんなにこれっていうのもなかったんで、まあお買い物しなかったんですけど、そしたらなんか買ってきてくれたので今日はちょっとこれを見ていきたいなと思います。ハッピーバースデーのこのシールが貼ってあって、うん、なんかあとこんなのが入ってた、なぜかベニーモタルト、なんか俺沖縄行ってきたとかいう嘘ついて渡してきたんですけど、あとなんかこれはね、あ、何これ、ご飯にかける餃子、私すごい餃子好きなんですよ、だからかな、餃子のなんかタレ、これが餃子の味なんだ。ちなみに昨日の誕生日のランチは餃子でした。餃子食べ行ったんですよ。はい、それではこのねこれを開けていきたいと思います。ピーちゃんはミニマリストなのであんまり物を買いたくない人なんですよ。なんか消耗品はいいんだけど、こうなんだろう、物がとにかく家にあるのが嫌な人なので、多分これは私食べ物と見ました。食べ物っぽくないけどな。早速開けてみたいと思います。海外ドラマあるあるなんですけど、こういうさプレゼントとかさ、まあ、映画アメリカあるあるかとかさ、すごいグラッビリビリってさ開けるんだよね、向こうの人たちって。多分日本人ってなんか結構綺麗に開けるよね。あ、物だ。なんとくれたプレゼントはじゃーん、はい、ドライヤーでした。予想外、結構いいドライヤーじゃない？ナノケアだって、マイナスイオン発生の、あ、これ髪の毛にいいやつだ、頭皮とか髪の毛にいいやつだ。はい、ということでピーちゃんがくれたのはドライヤーでした。あ、嬉しいね、使えるから。私結構髪の毛にコンプレックスある人なんで嬉しいですね、ちゃんとしたドライヤーをもらえるの。わ、なんかめちゃめちゃ良さそう、なんか謎のボタンとかもある、すごい強そう。
風強そう。あのね、聞いて、私髪の毛めちゃくちゃ量多いんですよ。だから乾かすのにね、すごい時間がかかるの。だからこういう、なんだろう、強いのすごい嬉しい。めちゃくちゃしっかりしてます。なんかアイアンマンって感じのドライヤー。やってみよう。おーおー、強めだね。はい、ということで、ティーちゃんがくれたのはドライヤーでした。はい、今日からこれを使いたいと思います。これ多分ね、髪の毛とかね、こう地肌とかにもいい、こう美的なあれを持ってると思うので、31歳可愛く綺麗でいられるようにね。はい、これで美しさを磨いていきたいなと思います。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。